今年も対戦哨戒訓練シードラゴン2022が開催されました。今回はこの海上自衛隊 B1 哨戒機も参加した合同軍事演習を詳しく見ていきますね。でも韓国も参加していたけど、たまに来るよね。アメリカ、日本、カナダ、オーストラリアはわかるけどね。韓国とインドも参加だよ。最近、インドも微妙な動きを見せているけど、そうだこの時、ネバダ原子力潜水艦が配備されたんだっけ。では、海上自衛隊は2022年1月2日日から開催されていたアメリカ海軍主催の固定翼哨戒機多国間共同訓練シードラゴン2022が20日期に終了したことを発表した。シードラゴン2022には海上自衛隊から厚木基地所属の第4航空軍の B1 対戦哨戒機2機が参加していた。この固定翼機多国間共同訓練は、アメリカ海軍の主催で開催され、各国の海軍、空軍の固定翼機対戦哨戒部隊が、主に、対潜水艦船、ASW、アンチサブマリン、ウォーフェアの訓練を中心に、実際に、潜水艦を模擬目標として、その追跡から攻撃までの対処について、それぞれ270時間を超える、飛行訓練演習が行わる。訓練の具体的な内容は、実際に潜航している潜水艦を目標として、上空から投下したその部位を用いて、目標潜水艦の探知、追跡、解析を行い、最終的には、爆雷や爆弾あるいはミサイルなどで攻撃するシナリオで、潜技をポイント化して評価し、訓練期間を通して最高得点を獲得した。国の哨戒部隊を最優秀部隊としてドラゴンベルトが授与されることになっており、昨年開催されて5カ国が参加したシードラゴン2021ではカナダ空軍第407飛行隊の C-B140 オーロラ B3C のカナダ空軍の呼称で参加したクルーがドラゴンベルトを獲得している。なお目標潜水艦は通常アメリカ海軍のロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦が担当するのであるが、今回、この共同訓練とほぼ同時期に、グアムに、オハイオ級戦略ミサイル原子力潜水艦のネバダが展開したことが公開されたため、戦略ミサイル原潜の行動が公表されるのは異例中の異例なことであるため、その参加があったのではとの噂が生じている。また、シードラゴン2022では実戦訓練の他に座学での訓練も実施され、集まった各国のパイロットと飛行士がそれぞれ国の対潜哨戒能力や固定翼機やその部位などの装備の性能を生かすように組まれた計画を披露し合い、実際の運用や戦術について意見交換をし合うものである。各国の部隊はただ競い合うだけでなく、同じ対戦哨戒という任務に就く者同士として友好を深め、訓練中以外のプライベートな時間においても、各国のクルーたちは対戦哨戒や偵察業務についての情報交換を活発に行い、それらのことを通して友好を深めることにつながっている。今回のシードラゴン2022には、アメリカ海軍、海上自衛隊、オーストラリア空軍、RAAF、カナダ空軍、RCAF、韓国海軍、ROKN、インド海軍、IN の6カ国の対戦哨戒部隊によって、各国とも、新型コロナ感染防止に必要な対策を講じた上で参加していた。参加した各国が、現在運用している固定翼対戦哨戒機は、アメリカ海軍、オーストラリア空軍、韓国海軍の3カ国が、アメリカのボーイング社製の B-8A ポセイドンで、この3カ国の機体は、ほぼフルスペックとされている。
P-8A 破棄体内に、その V ランチャーが搭載されているため、自動装填からの連続投下が可能で、ウェポンベイ後方にある7カ所の発射口から合計129本を投下できるほか、機内には手動投下口も設けられていて、海上の目印として投下する信号発煙照明灯、マリンマーカーや海面染色マーカー、ボールマーカー、折りたたみ式のラフト、いかだを投下できる。そして、その V ラックには機内からアクセスできて、ランチャーが故障しても、手動で投下口から投下して、哨戒任務を続行することができる。インド海軍は、P-8A の電子装備を簡素化した P-8I、ネプチューンで、インド海軍からの要望で、P-8A には搭載されていない、AN-ASQ-508A 磁気探知機、MAD と、後方を探知する、APS-143C-V-3 マルチモードレーダーが搭載されていて、その他の電子機器は、一世代前の多少簡素化されたものが搭載されている。なお、P-8A のオブには、尻尾のような MAD 磁気探知機ブームが搭載されているが、アメリカ海軍の P-8A には搭載されていない。その理由は、アメリカ海軍では海面を低高度で飛行しての対潜哨戒を P-8A には行わせず、無人偵察機に任せるためである。カナダ空軍が運用している C-B140 オーロラは、アメリカのロッキード社製 B-3C オライオンのカナダ版で、 B-3C のその V 発射口を減らして垂直パノラマ式カメラを搭載しているほか、対潜哨戒用の機材及び洋上監視システムは、アメリカ海軍の艦上対潜哨戒機 S-3 バイキングのものを流用して搭載している。また、機内の人員配置も B-3C とは異なっていて、搭乗員が連携を取りやすいように、戦術航空士学校を中心に、クルーがこの字型に座るような座席配置になっている。そして、日本の海上自衛隊が現在運用している固定翼対潜哨戒機は、防衛省技術研究本部と川崎重工業が共同開発した4発のターボファンエンジンを持つ、B-1 対潜哨戒機で、海上自衛隊が長く運用していたターボロップ式の B-3C の後継機として、2013年3月から運用を開始して、2021年までに42機が配備され、最終的には70機を製造することになっている。B-1 哨戒機の機体は、川崎重工業が主体となって開発、製造され、3、菱重工業が中道と高道を、スバルが主翼と垂直尾翼を担当していて、一部を日本飛行機が担当しているほか、エンジンは IHI が開発した F7 エンジン、システム面では搭載レーダーが東芝、音響処理装置が NEC、管制装置がシンフォニアテクノロジー、自己防御装置を三菱電機が担当し、空調装置は島津製作所、飛脚組み立ては、住友精密工業などが担当している純国産機である。対潜哨戒用その部位は、胴体下部にある主脚の格納部分の後ろ側に38個が装填されており、そのすべてに内部からの装填が可能で、その一部はロータリー式ランチャーによる自動装填となっており、機内に搭載されている96個のその部位を簡単に投下することが可能となっていて、乗員の負担が軽減されている。攻撃用の兵装は、空対艦ミサイル、91式空対艦誘導弾、AGM-84 ハープーン、空対地ミサイルの AGM-65 マーベリックの主翼下にあるハードポイントに、最大8発を搭載できるほか、機首下部にある爆弾倉に、対潜爆弾や単魚雷などを最大9トンまで搭載可能である。
また、機内には、休憩スペースやトイレを備えたギャレー区画があり、B3C では、電磁波の影響を受けるとされて搭載していなかった電子レンジが装備され、乗員の弁当などを温めることが可能となっている。また、災害救助派遣などでの急患輸送にも対応できるように、やや広いスペースがある機種側に、急患用のストレッチャーを固定できるスペースがあり、医師などが動きやすいようになっている。防衛省は、B1 哨戒機の製造コストを下げたいとの意向があり、防守る装備移転三原則にのっとっての輸出に力を入れていて、現在、まだ B3C を運用している各国に、その後継機種として売り込みを図っている。しかし、B8、A に勝るとも劣らない性能を保有しているにもかかわらず、これまで、防衛装備の輸出実績がほとんどない日本が、導入国での形式証明など手続き関連作業に不慣れである点や、高い価格とアフターケアのサービス網が貧弱であることから、2022年1月現在で、まだ輸出契約を結んだ国はない。